はい、これからこの牛舎に乗るんですけど、他にお客さんが誰もいません。昨日の夜すごい雨が降って、なんか道の整備をしてるから少し出発まで時間がかかるということです。そしてこの牛舎は、この水牛がこれを引いてくれるみたいです。角がすごい。今休憩中です。自分ですごい、自分で抱える。おーすごい。はいはいはい、もうちゃんと聞いてるよ。はい、出発。すごい。はいはい、ね、長い付き合いだから、こういうもんみんな覚えてますね。はい、皆さんおはようございます。本日は新田観光をご利用いただきましてありがとうございます。はい、これからね、この水牛車に揺らいながらね、ゆっくりとのんびりね、集落内を回っていきますね。今度はおしっこかな。たぶんおしっこが出ないいやすごすぎる。おしっこも取らないといけないのね。だいたい動きでみんなわかる、はい、長い付き合いだね。長い付き合いだよね。水牛はね、ほとんど汗をかかないもんだからね、みんなおしっこに出ます。ちょっと長いんでちょっと待ってください。長いね、おしっこ。うん、長いよ。こっちはこういう時はバケツの一杯だよ。水牛の名前がオスのリュータ君と言います。リュータ君ね。琉球の竜に太いね。はい、まだ非常に若い水牛でね。今年8歳になったばかりね。まだまだ大きくなる、これからね。うん、もうちょっと背も高くなるよ。この角もぐっと伸びてくるからね。はい。ね、ここちょっとね、夕べはもうすごい大雨だったから道がだいぶ悪い。ここ結構大きく揺れます。小さいお子さんしっかり使ってください。おー、はい、よいしょ、よいしょ。うわ、これパワーいるね。はい、そうね、水牛はね、皆さんね、人間の年にするとだいたい3倍になると言われてるね。だから24歳ぐらいね、人間の年だとね。はい、もうバリバリの働き盛り、これからね。なんかいるよ、はい、うん、水牛、水牛がいるね。ご案内、水牛の子供がいる。そうそう、一番手前にいる水牛が一番大きい。でかね、本当だ。見ての通り真っ黒だからね、そのままクロちゃんと名前つけた。クロちゃんね。はい、クロちゃんね、水牛の子供が2頭います。子供がいるね。泊まるのもここで教えてあるんですよ。ああ、挨拶してる。案内中だから泊まってるんですか。案内だからご挨拶してるね。なるほど。一番左にいる水牛が一番小さい、まだ2歳になったばかり、うん、ね。メスののぞみちゃんと名前つけてるね。右側はもう今年4歳になりましたんでね、カレンちゃんと名前つけたらね。カレンちゃんはそろそろ今年あたりから仕事を教えていきますね。はい、平成風の名前やね。はい、水牛はね、皆さんね、もうすごい力があって、なんとオスは3トンぐらいは軽く引っ張るんね。すごい、すごい力があります。まあ、力の割には非常に歩くのが遅いのね。はい、これはリュウタ君の猛スピードですもんね。あ、すごい。後ろ脇あって猛です。はい、ね、はい、こういう感じでいきます。はい、よろしくお願いします。はい、尻尾振ってるね。これまた皆さん、名前の通りね、水牛だからね、水の中が大好きなのね。はい、暑いのが嫌いなんですよ、水牛はね。だけど暑いところにいるのね。さっきも言われてたけど、鼻の先にしか汗かかないの、水牛はね。この大きな体全体に汗腺がないの、水牛はね。汗かくところがないのね。草食べた。朝ごはん足りなかったかね。道草食っております。だから道草って言うんだ。そうだね。水牛もこういう草を食べますんでね。はい、はい、後で、はい、仕事中だよ。はい、しょうがない。水牛もね、牛の仲間だから胃袋が4つある。4つ、よく食べるようだからね。はい、はい、
本来はね、大きなため息を作ってね、ドーンと暑い時は冷やしてあげた方がいいんだけどね、まあ先ほどみたいに時々ね、また水の中でも大きいのが出たりするんでね、洗うの大変だからね、ここはここでなんとか今シャワーで我慢してますね、暑い時はね。今日は雨降ったりしてるからね、こういう時はそんなに冷やさなくても大丈夫ね、こういう時一番元気や、はい、非常に賢くて頭がいいね、おじさんが教えたコースみんな覚えてるね、もう自動運転で OK です、はいね、ほっといてもほっといてもちゃんと元の位置戻る、やっぱりね、長距離は早くても半年ぐらいかかるね、同じコースを何度も何度も歩かしてね、加えて道の感覚を全部教えたりします、ね、カーブも上手に曲がるよ、本当だ、ちょっと外回りで回ってる、大回りしてね、内輪そしてゆっくり内輪さんも考えてる、もうすごすぎる、 AI や、最初の頃は急に曲がって大変だったんですよ、うん、すごいすごい、まあ、ベテランだからね、はい、大型西の牛免許を与えたり牛免許なんです、牛免許ですよね、営業車両だからね、はい、緑ナンバーです。竹富島限定の免許これね、はい。おじさんが免許与えたり、はい。この辺りは非常に花が綺麗ね。はい、ブーゲンビリアとね、ハイビスカスが色鮮やかに咲いてます。左のうちは民宿です。左側のうちは民宿。ね、家の前にはシーサーもいるよ。屋根の上にもシーサーいる、ね、これから行くコース上にもね、たくさんいるんでね。はい、まあ気に入ったシーサーがいればちょっとカメラに収めてくださいね、はい、ゆうたくん食べないよ行こう、はい、今日はよっぽどお腹空いてるな、はい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 、後であげよう、はい、はいはい、まあ、こういう民宿がね、現在竹富島には7軒ほどあります、まあね、はい、皆さん機会があったらまたね、ゆっくりとお泊まりでいらしてくださいね、はい、お待ちしております、はい、この水牛はね、皆さんもともとはね、これは農耕用、ね、今までは農耕用として使われてたのね、この八重山町に水牛が入ってきたのがね、大体昭和7年頃だそうです、皆さん石垣島にね、名倉という集落が、ここに台湾の方の入植があったのね、はい、皆さんここは意外と台湾が近いですのでね、もともと台湾出身ですあ、水牛は台湾出身、もともとは台湾ですね、はい、まあ水牛は今でもトラクター並みに力があるからね、まあ昔は田んぼやね、パイン畑などをね、まあ、よく耕してくれたのね、はい、まあ非常に農業に大変貢献されたんですね、しかし今はもうみんなね、農業も機械化が進んじゃったもんだからね、はい、もうリュウタ君の出番ありませんのでね、竹富島に転職いたしましてね、はい、まあ現在はこうやってね、水牛車専門に観光やってるんだね、はい、仕事があってよかった、はい、竹富島にはこういう水牛がね、今は観光用として30頭ほどいます、ね、でも今はね、ほとんど西表島の方で繁殖してる、西表島のがまた非常に水が豊富なんでね、水牛の赤ちゃんが育てやすいのね、だから大きなため池を作ってね、気持ちよさそうにしてます、まあ、本当はそうしたいんだけど、ここではなんとかね、シャワーでね、我慢してもらってますんでね、住宅もだから湯布島の方から来てるね、これね、はい、はい、大根、はい、はい、それから皆さん、竹富島はまたね、この赤瓦のこの町並みを残していこうということでね、はい、まあ今から30年ほど前になるんですけどね、文化庁の方から町並みの保存地区として現在指定されてます、はい、ですから今はね、お家を作るときには必ず、はい、この左側のお家のようにね、この赤瓦ね、この赤瓦の平屋建て以外は家を作っちゃいけないことになってますね、うん、2階建てもみんな禁止されてるんだね、はい、皆さん左の正面にね、とても大きくドーンと作ったるね、ここが母屋になってる、そして屋根の上にはオスのシーサーね、シーサーが魔除けとしてドンと構えてるよ、また母屋の左側にはもう一つちょっと小さめにね、作った赤瓦の建物があるのね、ここがね、昔の台所、僕の小さい頃はね、もうみんな薪を使ってたもんだからね、煙がよく出るしね、
また台所の方ではどうしても火を使うもんだからね、火事があった場合なるべく母屋に移らないようにということでね、うん、まあ、少しだけ台所を話したのね。でも今はもうみんなプロパンガスの時代のやつだからね、今ほとんどの方が大体今はもう母屋の方に台所を移されてるからね、まあ、昔の台所はもう倉庫側に使ってる方多いね最近はね。はい、これが竹富島の昔からのお家の次だね、うん、はい、行こう。はい、うん、はいよ。あ、そう。あ、この辺りはね、普通の一般のお家だからみんな住んでるよ。この辺りね。みんな似てる。普通に住んでるんだ。みんな住んでるよ。はい、一般のお家だからみんな住んでる。はい。皆さん沖縄のね、代表的な民謡の一つにですね、はい、朝ドヤユンタという曲があるけどね、はい、このね、さあゆいゆいという歌ね、はい、この朝ドヤユンタの曲ができたお家がこの左のお家、左のお家、はい、上のに歌詞があるね、はい、これは竹富島からできたのね、この歌がね、はい、皆さん左の方、前の方にね、はい、ちょっとね、ビジョン、これで朝戸というもんだけどね、福山さんの生誕の地となってる、今から約ね280年ほど前の話ね、ここに福山さんという大変綺麗な女性の方がいたそうです。琉球王朝時代、沖縄本島からね三沙師匠という、まあ、お役人さんがね、竹富島に赴任してこられたのね。その時福山さんのこの美人の噂を聞いてね、どうしても自分のお嫁さんにしたいということでね、まあ、毎日のように通ったそうです。だけど福山さんやっぱりね、自分は島の男性と一緒に結婚したいということでね、もうなんと肘鉄砲を食らって断ったそうだね。はい、もう女性の鏡でございますね。まあそういうことで、とても島思いのね、優しい娘さんだなということで、この朝ドヤユンタという曲ができたそうです。この歌は皆さん労働作業家になっててね、ユンタはこの結ぶね、結ぶと書いてユイ、まあ、よくユイマールね、ユイマールというよく言うけどね、うん、これは共同という意味だよね。だから歌の途中にさあユイユイという、この林もまたね共同のユイから来てるのね、これね。はい、行こう。はい、だから昔はね、農作業しながらね、まあこの歌がよく竹富島でもよく歌われたそうなんですね。はい、今度左行きますよ。はい、ここも上手に曲がってくる、うん、はい、内輪車考えてる、ギリギリで行きます。はい、はい、この歌は皆さんちょっと上の方に歌詞があるけどね、この新朝とやユンタね、これが全国的にまあよく知られてる。実はこの元となった曲があってね、今でも島の方では残されてまだまだ元歌が歌われてますよね、はい、ちょっと一番だけ歌をね、これは親子人と福山さんとの恋愛の歌になってるのね、ちょっとゆっくりした歌になる。また後ほど後半にこのシーンは賑やかですのでね、後でまたご一緒にみんなで歌いましょうね。はい、いやー、さどやの小山によさゆいみさししょのよ。はい、これが元歌。はい、はい、これはなんとね物語になってて、最後まで歌うと23番まである、ね、非常に長いからね、今日は1番で歌うよね。はい、りゅうたくん食べない、行こう。はい、痛い大丈夫、牛側だから大丈夫確かにただ音が高いだけ。はい、ああ暑い時はね、暑い時はここで体冷やしてあげる、シャワーも準備したり、ね、ああなるほど、そうか、今から暑くなりますね。そう、水牛も覚えててね、暑い時は必ず止まる、うん、ここで水かけないと動かない、うんうん、まあ、今日は大丈夫そう、はい、給水みたいなもんですね。そうそう、給水ポイント。はい、それからこうやって集落内を見ると、こういう石がねよくね、たくさんあっちこっちよく積まれてる。
これも町並みに指定されてる。この石はね、琉球石灰岩という石で、これもサンゴの一種なのね。これもサンゴだ。はい、今は必ず自分の屋敷内はね、こういうサンゴの石でね、みんな囲むことになってもね、あのブロック塀は一切禁止されてる。これ接着剤一切使ってないのね。あの石と石をよく噛み合わせてね、あのただこれ積み重ねたらだけね、上から順次よく取れる。島ではね、島ではこういう職人さんがちゃんといるよ。意外と難しいんですよ、ね。はい、こういう石の積み方をのずら積み、のずら積みと申します。はい、今度は左行く。はい、ここも上手に曲がる。はい、はい、ここはいくらか道路が広くなっててね。本当だ。ここが通称水牛車の銀座通りです、ね。はい、竹富島でも銀座通りありますね。中央通りじゃない、ここはね、多い時は6台ぐらいになるよ、水牛車、ね。渋滞するんですね。夏休みになると大渋滞ね。竹富島で唯一渋滞するとしたら水牛車ぐらい。はい、前から車が来てもバックしてもらいますね。水牛車優先となっております、ね。ゆうたくんもね、車庫入れぐらいできる。ほんの 3-4メーターぐらいのバックは教えてありますね。あのちょっとしたバックはできます。はい、はい、また竹富島は集落としてね、今3つの集落があります。東、西ね、あの南という3つの集落に分かれてます。新田観光あたりは西集落となってますんでね。はい、全体でね、現在個数的にね、お家が160戸ほどの家がある、全部でね。はい、人口が今342名ね、342名の人口となっております。まあ大体島の、あ、もう一回うんちが出るね。はい、尻尾が上がってきた。本当だ、本当だ。皆さん今日はよっぽどうんかついてるね。めったに2回やらないよ。はい、ちょっと残ってたみたいだね。はい、動くとね、あんまり臭くない ね。力が入るとね、力が入るとどっかでね、出たんですね。ちょっとなんと、ちょっとついてるね。サービス。はい、運が残った。そうだ、ちょっと運が残ってるね。はい、まあね、よく食べるんでね、まあ、やっぱり歩くと腸の働きが良くなるせいかね、どっかでまあね、必ずカオスに出るから1回は出る。はい、竹富島の現在の人口が342名の人口となっておりますね。まあ島の方だったらほとんど知らない人いないね。もうみんな親戚みたいになっておりますね。また花食べてるな。はい、ここへ行く。はい、本当だ。はい、そう、車回ってもらう。はい、右のうちのやれのシーサーもいいよ。本当だ、お尻を拭いてあげて、はい、いかにも飛びつきそうな感じでね。はい、尻尾上げて威嚇してる。こうやってね、いろんな形のシーサーがいますんでね。まあお時間があればちょっとまた散歩しながらね、このシーサーの写真撮るのもなかなかいいですね。はい、これね、またこの集落内のね、この道路もね、今は白いね、このサンゴ礁の砂の道ね、これもサンゴの砂です。今は集落内は舗装しちゃいけないことになっておりますんでね。だけどね、これが雨が降ると大変な大雨、昨日みたいにね、この大雨で砂がだいぶ流されてますんでね。まあこれはまた近々話し合って海から運んでくるね。それでみんなで巻きますんでね。はい、大雨が降ると心配ね、僕なんかね。はい、皆さん左手にちょっと大きい建物がある。ここはね、人間館になっててね、中では旗織りね、織物関係をやってる。また竹富島の昔からのね、この織物がたくさん展示されてます。ここはね、皆さん入館無料ですのでね、もしお時間取れたらちょっと足運んでくださいね。新田観光からね、だいたい5分程度で歩いてくれる、すぐ近く。
そうね、島の織物の一つにね、ミンサー帯っていうのがあってね、はい、ちょうどその帯の柄が、はい、この左側前方のね、看板にあるよ。皆さんこれよく見ると、四角くね、はい、5-4になってる。こういう模様で帯がずーっとおられてる。これは一夜のミンサーといって、いつの夜までもという意味があるのね。はい、昔ね、娘さんたちが好きな男性ができた時にね、はい、いつ夜までも共に末永く暮らしていきたいというね、まあ、そういう思いをこの帯の方にね、込めておって送られたそうだね。はい、まあなかなかね、またあのロマンチックな帯になってますね。はい、でも最近は幅広くいろんな方面に使われてる。女性用のハンドバッグとかね、また男性ではネクタイなどにもね、こういったデザインがよく使われてるのね。はい、もうお土産店行ったらあらゆる方面に使われてる、これね。はい、はい、右側にまた非常に大きな木がいっぱいある、この手前3本かなり大きいけどね、この木がね、歌にも歌われてますけど、これがデイゴの花の木。あー、ね、これがデイゴ、ね、そうそう、島歌に歌われてるからね、まあ、今年は残念ながらもう花が終わってしまいましたけどね、本当はね、まだまだ残ってるの、例年だったらね、今年は非常に暑かったのね、2月3月が、もう夏みたいでした。もう非常に暖冬だったんで、デイゴの花がだいぶ早めに咲いちゃった時はね、普通だったら桜の花とね、同じぐらいなんだけどね、ちょっと今年はもうね、暑かったんでね、だいぶ早めに咲いちゃったんで、ね、まあ、桜も見事だけど、デイゴの花もとても綺麗、まあ、来年はどうなるか分かりませんけどね、気候次第、天候次第だね。はい、またお待ちしております。はい、はい、それでは今度はご一緒にですね、はい、上に歌詞はこの新あさとやインかね、これは全国的によく知られてるんでね、まあ、竹富島の思い出に、じゃあ沖縄の楽器ね、三線弾きながらちょっと賑やかにしようね。はい、そこにあったんだ。そこに収入して、ここに置いてもらって、あとは龍太君に運転任せる。はい、よろしかったらご一緒に歌ってくださいね。はい、じゃあ行きましょう。はい、龍太君とね、記念写真撮られる場合ね、はい、この龍太君のお腹の横に立ってくださいね。だいたい水牛の真ん中ね、この角が一番危ないね、これ鉄みたいに硬いですのでね、時々知らない人が来るとちょっと角振る場合があるんでね、この角の後ろに立ってくださいね、背中、お腹は触ってもいいです。はい、龍太君止まれ、ストップ。